イテム番号、SCP-580-P。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、現在、SCP-580-P に収容の必要性はありません。SCP-580-P に対して、他の超常的オブジェクトの性質を活用しない方法での観測の開発が進行中です。現在の一般的な科学技術によって SCP-580-P の観測は不可能であり、情報漏洩の危険性は極めて微小です。しかし将来 SCP-580-P が発見可能なほどに天文学、観測学、科学技術が発展した場合に備えて情報漏洩防止用プロトコルの構築が完了しています。本プロトコルの要項については別資料、Tターン計画要項を参照してください。現在事象508-1による余波が宇宙空間内に発生しています新宇宙空間への探査または観測時には、24時間ごとに更新される余波の現在推測位置情報に留意してください。説明、SCP-580-P は SCP-JP による遠隔地への転移距離限界調査実験中に発見された、地球より、編集済み、光年離れた空間地点に位置する人型生命体です。複数回の観測から、つま先から頭頂までの全長は、光年であると見積もり盛られています。SCP-580-P は生命体であり、現行の人型人類と類似した機能を有しています。常時休眠状態にあり、直立姿勢のままレム睡眠に酷似した脳活動を示しています。また、摂食や排泄といった生理活動はこれまで観察されていません。DNA 鑑定の結果、SCP-580-P は現行人類とほぼ同様の遺伝子を有することが判明しています。これらの遺伝子は宇宙線による影響の痕跡が非常に微小であり、また採取された各組織からも放射線による著しい影響は見られませんでした。SCP-580-P の各細胞組織は代謝の活動を示したものの、老廃物質によってもさらなる活動を示した上、機能の摩耗も観察されなかったことから組織の永久的な維持が可能と思われます。また、SCP-580-P の身体部に物理的損傷が与えられた場合、損傷部付近の細胞は現行人類のおよそ31倍の速度で分裂を行い、損傷部を修復させます。SCP-580-P は不明な理由からその質量には見合わないほどの低レベルの引力しか有しておらず、最も強い地点でも 7.19m、S2 程度の引力しか観測されていません。しかし SCP-580-P は明らかに他の天体の引力の影響を受けていながら、それらに対する思考的な積力の調整能力を有し、自身の宇宙空間上の位置を固定し続けています。また、この積力の操作によって自身の引力のバランスを調整し、宇宙空間での自らの形状を保持し続けていると考えられます。SCP-580-P は、サイズ以外は一般的なワイシャツ、紺色の上下スーツ、白衣、赤のネクタイ、灰色の靴下、黒の革靴を着用しています。これらの衣服に損傷は見られず、サンプルの採取は衣服の持つ高い耐性から失敗しています。しかし宇宙空間内での簡易検査によって、これらの衣服は未知の植物繊維と化学繊維の混合によって構成されていることが確認されています。これらの衣服も積力のコントロールによって乱れることなく常時正常に SCP-580-P によって着用されています。事象508-1から SCP-580-P が知性を有する可能性が示唆されています。しかし、これまで SCP-580-P に対するコミュニケーションの試みは全て有効な反応を得られず終了しています。SCP-580-P に対しては現在のところ SCP-JP の転移の性質を使用しての観察が行われていますが、SCP-JP の性質を活用せずに観測を行う方法の開発が進行しています。ホイ1 SCP-580-P を地上に置いて観測するため、部分的に、削除済み、と、削除済み、の理論を用いた光転移観測装置が試験的に開発され、観測が実行されました。観測装置は現行の光屈折による観測装置のおよそ、倍の観測限界を記録し、また光源と光到達点とのタイムラグを最長 47.12秒まで短縮することに成功しました。本観測装置を使用して SCP-580-P の最初の地上での観測が行われました。観測が開始されてから429秒時点で SCP-580-P が休眠状態から覚醒しました。SCP-580-P は観測装置の方を振り向き、ゆっくりと笑顔で観測装置に向かって手を振りました。覚醒中、SCP-580-P 近隣の観測範囲著しい放射線の増加を記録していました。
SCP-508-JP の動作は27秒後に終了し、SCP-508-JP は再度休眠状態に入りました。SCP-508-JP の動作によっておよそ370の惑星と21の恒星が破壊されました。これらの同時的破壊は宇宙空間において生態にとって致命的な衝撃波と放射線による余波の発生を引き起こしました。これら余波は、削除済み、都市後に地球天体に何らかの影響を与える位置に伝播すると見られています。SCP-508-JP 近隣の観測班は SCP-508-JP が動作の予兆を示したのと同時に退避していたため、本事象による損害はありません。本事象は事象508-1として記録されました。なお、本事象時に使用された観測装置は、素材が継続的な使用に耐えられないことが判明したため破棄されました。宇宙で巨大な爆発が起きたことは問題ではない。たとえ SCP-508-JP が地球の誕生と同時に地球に向けて聖剣好きを放っていたとしても、その破壊的余波が届く頃にはもう地球は太陽の一部になっている。そして我々は事象508-1による余波以外に、SCP-508-JP に由来する破壊的現象を観測していない、博士。ほいに SCP-508-JP の外見と、財団職員である、博士の外見が類似しているとの指摘が多数寄せられました。博士は SCP-508-JP との関連を否定しており、また長期の尋問、観察によっても SCP-508-JP と、博士との関係は明らかになっていません。博士は通常の業務に復帰しましたが、博士に対する観察は今もって継続中です。